こんにちは。日本国政府専用機が今度新型になるということで、新型になったのは今日から使い始めたらしいんですが、使い始めた一番最初にこう飛び上がったその光景を、ね、今見ることができて、たまたま何も、ね、予測してないっていうか、別に何も考えてなかったんですけど、まさか、ね、それを見ることになるとは思いませんでした。ラッキーです。ここは北海道新千歳空港ですが、明日安倍首相が G20 の、会議ではないらしいんだけどね、その会議の準備で、準備っていうのかな、行くらしいです。そこまでして政府専用機わざわざ使ってまで行くのかどうか、ちょっとごめんなさい、あんまりよくわかんないですけど、まあ必要があるのかもしれない、わかんない話はこれぐらいにしておきますが、今日ですね、東京では私の地元では統一地方選挙の後半戦がありまして、それ投票しなきゃいけない、忘れてたんですね。昨日の夜、登別温泉の温泉使ったらビートたけしが統一地方選挙がどこでとか、なんかそんなこと言い始めて、あ、そういえばあれ明日投票日だなって気づいてしょうがないから、本当は友達と一緒にね、小樽の見物とかもするはずだったんですけど、もう予定変更ですよ。今から東京にね帰るんですね。いつも全日空って呼んでるわけですけど、ついに日本語表記でも ANA と書くんですね。ピーチアピエーションバニラエアとか、まあその辺は分かりますが、私も強制しようかな。東京メトロのことを未だに英断って言ってるのも別にわざとではないし、JAL のことを日航っていうのも別にわざとではないんですけど、これはなんか長いからね、 ANA より全日空の方が呼びやすいと思うんだけどな。ここでこんな感じで撮ってるとね、あれみたいですね。どうも小野田です、私は今ですね新千歳空港に来てるんですけれども、みたいな、そういう感じに見える背景ですけど、帰りは全日空ですね。マイルがいっぱいあるもんでして、今ローシーズンだから、何マイルって言ったかな、なんか4500マイルぐらいで帰れる、安く帰れるわけですよ。で、それで余ったねポイントでタダで帰れるのはいいんだけど、ちょっと座席が少しこう狭い、狭いですね。別に国内線の、飛行機そんなに広く狭いわけじゃないけど、もうね、私の友達も一緒に予約画面を見てびっくりしましたが、大きな飛行機の割に飛行機の中もうめちゃくちゃパンパンに混んでるわけですね。窓側の席が空いてたから、昨日の夜のうちに窓側にしといたんですが、もう今ね空き3つしかないですからね。普通席3席しかなくて、3人掛けの真ん中とかもうそういうところだけですよ。なんでそんなこう押し込まれてね、こうきついやつで行かなきゃいけないのかなと。 JAL のクラス J が恋しいんですよね。で、それからプレミアムクラスもなんか空きはあるみたいなんですけど、プレミアムクラスもね、またね札幌東京間でね、たかだか1時間ぐらいしか乗らないくせにね、14,000円、ちょっとそんな高い金額ちょっと出せないよと思ってた。それでも全日空のプレミアムクラスも埋まってるし、なんか JAL の方がね、全日空よりも空いてる気がするんですよね。そんなことない、なんかいつもそのイメージあるんですけど、埋まってるのはね、航空会社としてはいいことなんだろうけど、こんなにこう混んでると、なんかもう乗る前からね、全日空また混んでてやだなみたいな感じになってきて、JAL のクラス J が恋しくなります。で、上級会員パワーを使ってですね、ちょっと空席待ちでクラス J どっかキャンセルないですかねとか言えば、何かしら拾ったりとか、もしかしたら現段階でも空いてるかもしれないですけど、 JAL のマイルはね、残念ながらそんな大量に余ることには持ってないですね。JAL カードは最近作ったものだから、だから、しょうがない、余ってる全日空のポイントを消化するために帰るわけですけど、全然別に JAL 派とか ANA 派とかね、私はそういうのはないんですよ。ただ誰でもそうだと思うんですけど、空いてる方がいいでしょ、広い方がいいじゃないですか。ただ私はそれが好きなだけです。到着遅れの関係で15分ぐらい遅れて出るようですから、だからまだダラダラしてるんですけど、あれ背景に見えるあれもまた夕張だけだったんです。結構ここからあちこち遠くの山が見えてね、あっちにもなんか山が見えますけど、あれはなんですかね。すぐに友達が即答してくれましたけど、あれは日高山脈だそうですね。確かにそうだ、あそこに見えるのはもうそれしかないですわ。なるほどね。あまりにもすごい、太い大砲みたいなレンズ持って撮ってる人が多いんで、ちょっと一人に話しかけて、すいません、今日はなんか面白い飛行機でも来るんですかね、よかったら聞かせていただけませんかってお聞きしたら、いや特にないらしいんですけど、ただ日曜日ですからねって、そういう風におっしゃってました。飛行機撮影の趣味の方結構多いんですね。見た目かっこいいもんな、それは私も認めるところです。友達がね手を振って見送ってくれてるんですよね。で、こっちからは顔は映さないようにしつつ、手だけ映していきましたけど、今上から見送ってるからねって、結構手振ってくれてんな。
飛行機から見てもらったのは最初樽林山とその奥にある羊蹄山と、支笏湖らしいものも何か映ってましたね、その3つ、それから、本州に渡す前にプラスなのかな、なんかそういうの見えましたけど、飛行機の中で Wi-Fi が一応ついている便を選択して乗ったので、まあ、もしできたら Wi-Fi 使えるかなと思ったんですけど、やっぱ使えなかったですね。全区の Wi-Fi ってね、繋がることの方が少ないっていうかな、使えるとは書いてあるんだけど、運が良ければ使えるぐらいのそういう感覚でいた方がいいですよ、多分。あんまり、なんでか分かんないんだけど、プレミアムクラスのコンセントも2回に1回ぐらいの割合で使えない記憶があるしね、不思議なんですが、まあ、そこら辺は最初から期待してなかったんで別にいいんですけど、まあね、本当に全日空よりも JAL を押すとかそういうつもりはないんだけど、 JAL の方が Wi-Fi も繋がるしね、逆にみんななぜ全日空をそんなに選ぶのかなっていうのをちょっと不思議に感じるぐらいなんですが、あんまこんなこと言っちゃいけないからいつも動画撮らせてもらったのにね、Wi-Fi とそれから、コンセントと、あとは、座席の広さ、クラス J みたいなのがないってことと、ファーストクラスみたいな感じの上級席の、値段の安さ、まあ、それが安くない全日空の場合めちゃくちゃ高いっていうことを除けば別にいい航空会社だと思いますよね。で、そういうわけで飛行機の中でできたら選挙公報みたいなものを読みたかったんですが、まだ読めていません。まあ、読めてないんですが、一応昨日のですね、夕方とか今日の朝ぐらいに一応誰にしようかなということは選びましたんで、誰とかそういう名前はね、言えませんし、言うとどこの自治体なのかということも分かっちゃうわけですが、今回は、なんか地方自治体の選挙なのに、なんか国政のことを書いてね、消費税をなんか減らすとか書いてる人もなんか いるわけですが、なんかそれ違うんじゃないのかなと、そういうような人が結構多いんですが、地方自治の役割というものをしっかりと意識して理解して、その上で、政策を考えようとしている人を今回選びました。そうじゃないとね、所詮東京特別区の区議会議員とかが消費税減らしますとか言っても、正直できるわけないだろうと思うんで、公約が信用できないからね、やる気ないんじゃないかなっていうふうに思われちゃうんで、そういう人は選ばないという思うし、これ多分その悪い考え方じゃないと思うんだけどね、多分ね、現実的な公約じゃないとね。で、ここからあとは、帰るだけなんですね、別に。いやでも本当、昨日ビートたけしのテレビ見なかったら完全に忘れてたな。危ないところだって、もうビートたけしに次会ったら土下座でもしなきゃいけませんね。いや、一回も会ったことないんですけど、空港快速かな、空いてるかな、空いてると思いますけどね。あ、誰も乗ってないわ。あ、そうか、全日空だと始発駅ですからね、乗ってるお客さんも少ないのか。自動販売機もあるから。飛行機の中眠くてね、何にも飲みませんでしたので、浜松町に来ました。で、私がどこに住んでるかということがね、どこっていうか、私の選挙を投票するとかがどこなのかバレたらちょっと困るんで、あんまりこっから先のついての動画は出さないで終わりにしようかなと思ってるんですが、なんでこういう動画を出してるのかっていうと、前にも大分から選挙来るときは、あの時の方がもっと大変でしたけどね、にも言いましたけれど、やっぱね、選挙ってのはあれは行った方がいいと私はとても思うんですよ。だってこれはね、よく言われることですけれど、国民主権という言葉がありますね。国民主権っていうのはつまり私たちが主権者であって、私たちが国のトップである、そういう仕組みなんですけど、国のトップの人たちがね、まともに考えないで、それでこうダラダラとしてたら、それはよくないですよね。っていうか、そんなんで、じゃあ例えば投票行かなかった人がね、明日からじゃあはい皆さんで、戦争行きましょうとかね、じゃあはい、なんとかさんから特攻出発してくださいとかいうことが言われたら、そしたらもう納得できないでしょ。でもするしかないんですよ、自分は意見をそこで示せなかったんだからね。意見示したとしても、今の仕組みで、ね、多数決になってますんで、結局意見を示したとしても、もし、なんか誰とかさんが、特攻に行くべきみたいな、そういう風な多数がそういう風な意見になってしまったら、結局ダメではあるんですが、みんながまともに考えていれば、さすがにそういうことにはならないよ。で、そういうレベルになったらさすがにみんな選挙行くと思うから、実際にはだからね、多くの人が別に行かなくても大丈夫なんだろうなと、行かなくても今、とりあえずは回ってるんだろうなと思うんですけど、ただよくネットで言われるのはね、ツイッターとかで見るんですけど、老人に対する批判、年取っている人ばっかり優遇されて、若者には金がない、若者の車離れ、若者のお酒離れなんじゃなくて、若者のお金の若者離れなんだよとかよく言うんだけど、そういうこと言ってる人は本当に選挙行ってるのかなっていうふうなことはすごく思うんですよ。いや、もちろん行ってて、かつ、いや、若者の金がないって言ってる人の方がどちらかといえばおそらく私は多いと思うんですけど、でも行ってない人もいるんじゃないですか。お年寄りの人はね、時間があるから強いですよ。人たちは選挙ちゃんと行ってますからね。投票率もすごい高いし、
まあ、私だって忙しいから今日正直ねもうサボっちゃって、まあ、別に今回私一人投票しなくてもいいかなっていう風な気持ちが起こらなかったかといえば嘘ですね、正直言って起こりましたよ。まあ別に今回ぐらい休んだって思ったけど、でもここで行くという習慣を自分につけるためにあえて頑張ってここまでやってきたんです。やっぱできることだったら札幌に泊まってきたかったら友達をねせっかくこう出迎えてもらって、で時間もあってあちこち行こうねって言ってたのちょっと申し訳ないって忘れてた、ごめん投票があるから帰らないと言って、友達もねそれで、全然 OK ってことで私を東京に返してくれましたけど、まあ、北海道で一緒にこうもうちょっと本当だったら遊べたわけですけどね、そういうことをしてまででも自分でちゃんと投票に行くという習慣をつけるということと、でそれから、それを多くの人に示すことによって、おそらく数々信者みたいな人がいっぱいいるはずですんで、投票の票数、若者 の投票率を、まあ、1人分、2人分ぐらいは、ね、増やせるはずなんですよ。で、まあ、投票に行けばいいっつっても誰に投票していいかなんて全然わからないっていう人も多いんじゃないかなと思います。それはね、私もそうで、多分それに世の中の人だって多くが誰に投票していいかわからないんじゃないかなという気がします。で、自分の考えが少しでもあるんだったらそれに従って票を入れるってことはでもなんだかんだ結局、一番それが求められていることなんじゃないかなという気もするんですけど、まあ、やっぱね、私もこういう風に考えがちでもあったんですが、自分があんま知識がないからね、あんま知識がない人間が票を入れたら良くないんじゃないかと思うこともあると思うんですよ。それから、まあ、その自分の考えがね、自分の拙い考えが国に反映されるなんてちょっと良くないんじゃないかと思うかもしれないけど、ね、世の中本当に顔で政治家はイケメンだから入れるとかね、そういう風な考えで入れたりとか、まあ、あとは、ね、まあ、宗教で投票するとかいうのもありました、まあ、宗教で投票するのは別にどうこうってないけど、まあ、私からすると宗教を基準にして投票するっていうのが本当にその人のためになってるのかどうかはちょっとなんとも微妙なところなんじゃないかなと私は個人的には思うわけですね。で、まあ、とにかく顔で選んだりとか名前が面白いから選ぶ、ね、そういう人が世の中にいっぱいいますんで、それよりはねマシな投票ができると思う。だから少しでも自分の考えがちょっとでも浮かぶんだったらぜひ言ってほしいし、自分の考えがないんだったら投票率を高めるために若者は今はまだ自分の意見をそこに示すことはできないけど、でも政治に対して関心もあるからちゃんと若者に分かるようにして票を若者にもちゃんと分かるような演説とか若者が求めているような選挙活動もお願いしますという意思表示として白票を入れて若者の投票率を高める、これはね非常に大事だと思います。みっともないじゃないですかね、若い世代の投票率があんなに低くて、せっかく18歳19歳の選挙権までもらってね有利にしてもらったのに全然生かされてないですよ。